皆さんこんにちは。今日のテーマは聖書館です。いきなり聖書館といっても難しいかもしれませんね。聖書館をもっと分かりやすく言うと、聖書をどのようなものとして捉えるかということです。皆さんの中にはすでに聖書をたくさん読まれている方もいらっしゃると思いますが、実はこの聖書館というものが聖書を正しく読む上でとっても重要なことなのです。なぜならその聖書館が聖書解釈を決定するからです。一つのことに対していろんな捉え方があるように、聖書についても聖書を読む人々の数だけ捉え方があります。例えば聖書よりも人間の理性を上に置いたり、聖書より経験を上に置いたり、聖書は教会の作品であると主張するなどたくさんあります。その中で私たちの教会では聖書を誤りなき神の言葉として受け取っています。次回さらに聖書館について触れてみましょう。